はい、こんばんは。スタジオ岩沢でようこそ。もう閉店してますけどね、意外と好評の大人クラブじゃないや、スーパー大人クラブでございます。今回はですね、持ってもらいました、若干エロでなくて申し訳ないんですが、スペック、はい、これはですね、そのスペック戸田恵梨香さんと加瀬さん、はい、いいですね。これは解説本みたいな感じですね。すごく好きだったんでしょうね、僕ね、このドラマ映画はね、いいじゃないですか。なんかこう2人のツーショットがね、ちょっとこうトーンを落とした感じのね、2人ともいい俳優さんですね、とてもね。すごくね、なんでしょう、おちゃらけたところの多い作品だったんですが、いろいろ考えさせられましたね。なんていうか、誰しも特殊な能力って持ってると思うんですよ。なかなか皆さんね、ご自身でご気づきにならないだけで、自分が持ってるそのスペシャルな能力みたいなのって、ね、あると思うんですね。もう私からしたらですね、周りにいるみんなはみんなすごい人ばっかりですね。私がギターを弾けると言っても、私の周りにいるギタリストの方がみんな、うまいですから、いいギター弾きますからね。じゃあ、まあ、うまいのといいギターなのかっていうと、またこれ別の問題なんでね、難しいんですけど、みんなそれぞれいろんなね、能力を持っています。一つびっくりしたので、私の、残念、はい。主人がね、すんごく小さく文字を書くんですね、カルテに。でそこの病院は電子カルテじゃなくて、昔からの、まあ、カルテ棚っていうのがあってね、棚にこう入れていくんですけど、以前カルテ棚、病院関係のね、お仕事をしている時があって、カルテ棚って作るのすごい大変なんですよ。普通の棚の感覚で作るとね、カルテって重いんでね、落っこってきちゃうんですね。なんでカルテ棚ってすっごくしっかり作るんですけどね、街中はね、開業医の場合なんかだとカルテなのを作ることが多いです、はい。でカルテにね、こう書き込んでる、ボールペンで書き込んでるその文字を見てですね、びっくりしました、あまりの小ささに。で先生すごいですね、その文字の小ささはと言いましたと、いやいや、もう自分だけ読めればいいね、もう記号、暗号みたいなもんでね、汚いんですよ、字が。カルテって自分だけ分かればいいのかなってちょっと思ったんですけど、まあいいやと思って。で私も小さい字を書く練習をしました、しております。これね、なぜ小さい字を書かなきゃいけないかというと、譜面にね、歌詞を書き込むときに、結局1番2番3番って、まあ、歌詞があるじゃないですか。そうすると1段の中にこうやってイマジンですけどね、こういうふうに、3番まで1段の中に書き込まなきゃいけないわけですよ。そうすると自然とこう小さい文字で書かなきゃいけないんですけど、小さい文字で分かりやすく美しく書くのってすごく難しいんですね。で、やっぱりね、重要なのは筆記具ですね、はい。無印良品のこの90円のシャッペを買ったんですが、意外と手が疲れるんでですね、ちょっと奮発してですね、150円の、シャッペを買いました。これはですね、このグリップのところにラバーがついてて手が疲れない、はい。で話は戻るんですが、
みんな持ってます、スペック、いろんなスペック、はい、それね、ご自身でお気づきにならないだけだったり、そのことをね、よくないんじゃないかっていうふうに思ってたり、いろいろだと思うんですけど、本当にみんな持ってるんですよ、特殊能力。私からしたらもうみんな特殊能力の持ち主ですね。もういいですね、この戸田恵梨香さんね。この私これ若干このつま先からですね、内側に向いてるのが好きです。ラジオコントローラーでいうとこう、コーインというね、こう、まあこう、つま先がこう、ね、内側向いてるんで、女性はですね、ぜひちょっとつま先をね、こう内側に向けて歩かれると、ね、歩き姿が美しいんじゃないかと思いますね。もう何でしょうね、女の人って大変ですよね。女に生まれたがためにその女らしくとか言われるわけですね。それまでまあ男も女もないじゃないですか。でもどっちの方が、より実践的に人間として使えるかっていうと、割った的に女性なんですよね。おままごととかするじゃないですか。でプラスチックの包丁とかでやりますね。あれまんま実は普通の鉄の包丁で切らせても切れるんです。で男子はというと、変身ベルトとかね、野球とかね、ギターとかね、そんなもんがいつ役に立つんだって話。女の子はすぐもう洗い物手伝ったりね、お野菜切ったりと役に立つじゃないですか。それに比べて、まあ、男子のなんて役に立たないことか、本当に申し訳ございません。でもね、男子はね、主権を女子を守ろうと思ってこう頑張るわけですよ。だいたい女子の方が強いんでね、そんなこう守ってくれる男子を、温かく見守ってね、私のことを思ってくれてるのねとかね、まあ、そんな風に思ったりするんじゃないかと思います。はい、話が戻りますが、またまたスペック、はい、これ本当に本当によっぽど気に入らないとこういう本は僕買わないんで、このドラマ本当に気に入ったんでしょうね。本当にそれぞれのキャラクターがね、すごくうまく描かれてて、とても素敵なドラマで、映画でしたね。映画版の方がね、ちょっとなんていうのかな、一般向けに振りすぎちゃってて、見ててちょっとうんっていう感じをしたんですけど、ドラマ版の方はね、本当に映像も美しくてね、これ堤監督ですね、監督は、あと神木隆之介くんがね、すごくいい演技をしましたね。すごく高いレベルのスペックの持ち主で、空間を止められるってね、すごいじゃないですか。空間を止められちゃうわけです。でまあ、このドラマを見てからいろいろ人の見方が変わりましたね。人っていうのはそれぞれすごい能力を持っているんだなっていうのを思いました。それはご自身で気づかなくてもそういう能力を持っていて、私にとってね、その能力はとてもありがたかったり重要だったりするわけでございます。そういうわけでこう人と人付き合いがどんどんねあるわけでございます。本日ご紹介したのはこちら、スーパーオタロクラブ一押しスペック、はい、レンタル DVD などで、レンタルされていることと思います。この戸田恵梨香さんのですね、このスーツ姿に三つ折りソックスと若干の内股加減が私にはたまらんのでございます。というわけで、本日のスーパーオタロクラブこれにて終了させていただきました。楽しんでいただけたでしょうか。それでは、またお会いいたしましょう。 See you next time です。じゃあね。